はい、下げ好きな、俺の、違う、新潟人の飲酒動画。今回はね、また新しく、まあ、ビール、第3のビールですが、クリアアサヒのですね、糖質ゼロが出ましたんで、アルコール度数 6% ですね、が出てなんで、買いました。うん。ドイツ産ホップ使用、本格ゼロ。原材料が発泡酒、括弧、麦芽エキスとホップと糖類とカラメル色素とアルコールと食物繊維と酵母エキスと大豆タンパク。調味料。括弧アミノ酸と甘味料。あ、甘味料も入ってんのこれ。と、スピリッツ、括弧大麦。長。まあ、アルコール度数 6% っていうのはちょっとあれですね。個人的には、グッド。ですけど、甘味料はバッド。そして、大豆タンパクっていうのもバッド。大豆タンパクはね、まずいんですよ。うん。第3のビール、大豆タンパク使ってるやつってね、なんだったかな？恐ろしくまずかったやつが一個あって、札幌のドラフトワンか。あれが吐き気を催すレベルのね、まずさだった。うん。あれ確か大豆タンパクだったが、違う、あれ大豆タンパクじゃねえ。エンドウ豆タンパクだ。エンドウタンパクってやつだったかな。あれ、エンドウ豆使ってるんですけど、すっごいまずい。死ぬほどまずかった。もうマジの吐き気を吐くかと思った。まずすぎて。第3のビルであそこまでまずいとね、もうどうしようもないよね。うん。おそらくそれはエンドウタンパクのせいです。だからこれはまだ大豆タンパクだからまあいいのか。ただ甘味料使われてるのはちょっと気に食わねえけど。だって糖類ゼロなんでしょ？てか糖質ゼロなのか。あ、糖類はしっかり入ってるわ。糖質がゼロなのか。でも糖質がゼロってことは結局のところ、糖質ゼロなのに糖類が入ってるのか。なんか難しいな、糖質ゼロね。よくわからない。なんだ、糖質と糖類の違いが俺わかんねえんだけど。なんなんですかね。まあいいか、乾杯。うわ。な。あ、やっぱちょっと甘いね、なんかね。うん。苦味が全然、なんか、うん？ビールなのに苦くないぞ、これ。第3のビールなのに、苦くない。そしてなんか変に、微妙に甘いような感じがする。これはあかんな。これクリアサヒのあれ、プライムリッチだったっけ？あれが美味しかったけど。全然苦くないな、これ。なんだこれ。酎ハイか？新たに加わったあれか？麦系酎ハイか。これあれじゃないのか。麦焼酎のあれじゃないのか。
麦焼酎チューハイみたいになってるぞこれ。本当に。なんだこれ。全然苦くない。これだったら普通のクリアサヒの方がまだ全然美味しいわ。うん。もう個人的にクリアサヒよかは、クリアサヒのプライムリッチの方が好きなんで、ちょっと青いやつね。こっちの方が好きなんで、買うとしたらそっちなんですけど。まあ、どちらにしろクリアサヒはあんまり俺好きじゃないので、結果として、金麦か麦とホップに行くんですけどね。だから、うん。そんな感じです。うん。うわぁ、でもこれあれだな。全然あれやん。うわ。なんか、麦焼酎をソーダで割ったような味がする。で、ちょっとなんか、香りが、いや、香りっていうか、ちょっと酸味があるのかな。うわ、これはうまくねえわ。これはあかん。これはまずい。今度ですね、春になってきたんで、今日は暖かかったんですけど、釣りに行こうと思ってましてね。俺実は趣味で、中学生の時に、釣りやってたことがあって、で、それの、ね、それぶりに、ちょっと釣りに出かけようかなと。ちょっと最近体がなまってしまってて、なまってるっていうか、引きこもってばっかりだったんで。うん。でですね、それに従って、ちょこっとですね、まあ、釣った魚をその場で食べるという、ことをちょっとしたいということで、うん、俺の夢である、串みたいなのにこうやって魚をさ、こうさ、こう刺してさ、でこうやって火にこうやってかけて塩焼きにする、それでパクって食べる、あれがやりたい。実は俺小学生の時だったかに、一回だけ、まあ、行事、学校の行事でですね、釣り堀で釣りをしたことがあるんですけど、その時に、その場でね、その釣り堀で、塩焼きにしてもらったんですが、ニジマスっていう魚ね、だったんですが、それがね、異常なほどすっげえうまかったの。本当に。あれは本当忘れられないうまさ。あれが本当にうまくて、
それをですね、ぜひ自分で、ね、作って、食べたいという、こう、幼少からの、思いがありまして。まあ、ぶっちゃけだね、そこのあの釣りの釣り堀が今もやってるんで、まあ、そこ行けば普通にね、あの、竿とかも借りられるし、安いし、ググったらね、いろいろ込み込みで、800円ぐらいでね、あの、釣って、釣り竿を、あの、借りて、釣って、魚食って、これ込みでだいたい800円ぐらいでね、800円以下で食えるっていう、みたいなんで、めっちゃ安いんですけど。でも、よく考えてみると、800円って結構、高い。どっちなんだっていう話じゃなくて。あのね、まあ。あ、でも、ぶっちゃけの話、ニジマスってここら辺でいないんだよね。うん。まあ、ニジマスって言うと、どこなんですかね。湖とかなのかな。まあ、俺の住んでるとこ、湖とかないんで、ニジマスを釣るって言うと、もう山の方に行くか、するしかないんで、僕の住んでるとこはかなり平地の方なんで、うん。まあ、厳しいんですが。平地の方というより海の方なんで、もう山と真逆の方なんでね。まあ、だから、とりあえずね、海の魚をね、釣って、焼いてね、塩焼きにして、その場で食べる。で、それに伴って、ここは本題なんですけど、ビールを飲みながら、その魚を食いたい。ですが、当然のごとく、まあ、釣り場へは車で行くわけです。そういうことは、ビールは飲めない。ならどうするか。仕方なくノンアルコールビールを飲もうと。いうことで今回は、仕方ない。ということでノンアルコールビールをもう、まあ、レビューしていくかと。仕方ねえと。うん。ただし、あの、ノンアルコール、カクテル、みたいな、チューハイあるでしょ？ああいうのは、あの、一切しません。うん。やる意味ねえから、あれは。あれはいわゆる、ノンアルコール、ジュースですから、ね。やる意味がない。で、俺の動画だと、昔俺ね、確か動画でね、あの、あげてたのに、ノンアルコールビールがあった気がしたんですが、うん。一番飲んで美味しかったのが、アサヒのドライゼロっていう、まあ、いわゆるアサヒから出てるやつですね。アサヒから出てるノンアルコールビール。これが一番まともに美味しかった。あとはゴミだったんです。あとはあのサントリーとかのやつはゴミ。うん、で、今このアサヒのサイトを見たところによると、ノンアルコールビールだと、このドライゼロの、アサヒのドライゼロと、このドライゼロのブラックが出てると。うん。で、しかもなぜか、ノンアルコールビールなのに、ね、ビールとね、ほとんどね、なんかこれ前話題になったんだけど、アサヒのドライゼロってすごいアサヒのスーパードライにパッケージがよく似てて、ね、それでなんか、あの、問題になったんですよ。未成年がなんか、まあ、うんちゃらかんちゃらとかさ、なんか飲むんじゃないかとか、飲むんじゃないかっていうかなんか、これと間違って普通のアサヒのスーパードライを買うって飲むんじゃないかっていうなんかそういうのあったんですけどね。
で、生意気にもこれ、瓶のやつもあるんですよ、これ。小瓶だけど。生意気にもノンアルコールビールで、瓶もあると。でね、この際だからもう、一気にやっちゃおうということで、ノンアルコールビールの、いわゆる全部の、やつを、飲み比べようと。いうのを、今度、まあ、いつかというか今度やりたいと思います。まあ、飲み比べですね。個人的に美味しそうなのったは、やっぱ、アサヒのドライゼロのブラックっていうのがちょっと、黒ビールっぽいんで、あ、これ美味しそうだなっていう感じはするんですけどね。で、あと、この、ビールテイスト飲料だと、アサヒのドライゼロに、さらにこの、プリン体オフの、ね、やつが出てるということで、まあ、これもね、最近発売されたのかな。ということで、多分、まあ、ね、順位的な意味でね、順位もね、ちょっと発表したいと思います。まあ、ご期待ください。アルコールビールと。多分一番うまいのはドライゼロの、そのアサヒのドライゼロ系だと思うんだよね。アサヒのドライゼロ、非常に美味しい。サントリーのね、オールフリーとかクソまずいんですよ、これ。これもうまずい。非常にまずい。で、キリンのね、キリンフリーとかもクソまずいんですよ、これ。もうほとんど同じ味なんですよね。あ、ホッピーもあるのか。あ、ホッピーもあるのか。そっか、これホッピー確か、アルコール度数これいくらだっけ？アルコール度数若干入ってんだよ、これ。ノンアルコールじゃねえんだよな。ホッピー確か、ホッピーってこれアルコールちょっと 1% ぐらい入ってんじゃなかったっけ、確か。あ、アルコール度数 0.8%。 あ、ホッピーにするか。0.8% か。でも 0.8% か。0.8% って微妙だよな。まあ、約 1% 未満としても、まあ、一応アルコール入ってるからな。車運転するとなると、ちょっと厳しいよね。ちょっと厳しいな。0.8% か。ちょっときついな。ちょっと厳しいね。0.8% ってちょっと厳しい。ちょっと厳しい。キリンビールの休む日のアルコール 0.00。多分これも飲んだ気がするんだよな。あー、レーベンブロイとかも出てんだ。ああ。ノンアルコールビールの注意点とは？うん。ノンアルコールビールでも 1% 未満？ああ。日本では種類にかかる税金を定める法律の関係で、アルコールの含有量が 1% 以上の製品をアルコール飲料として定義している。つまり 1% 未満であれば厳密にはアルコールを含んでいてもノンアルコール飲料として扱われる。さっき言ったホッピーですね。まあな。
まあ、さっき言ったホッピーが 0.8% のアルコール入ってるって言ったけど、結局のところ、それはノンアルコールビールとして定義されてるけども、ノンアルコールではないと。ああ、他にもあるみたいですね。0.9%。はあ。ああ、なんか評価だと？ん？キリンビールのキリンフリーがうまいということですが、多分まずいです。ああ、そっかそっか。ビールテイスト飲料で、でもブラックって珍しいですね。0% でね。あ、プレミアム？札幌のプレミアムアルコールフリーのもうブラック出てますね。ああ、これもブラックあるのか。ほうほう。なんかブラックとかだと聞くとうまそうだけどね。感覚。感覚としてはね。まあいいや。うん、まあここまでにしとこう。とりあえず。もうあんまり長くやったと。もう20分経ってる。これはまずい。うん。まずいまずい。甘さがね、なんか微妙に甘いんだよね、これね。これ微妙に甘くて、香りがなんか、薄い。これもまずい。1422です。ご視聴ありがとうございました。